今日は皆様に、この度の大阪北部地震、現地視察にですね、昨日の朝、ここにいるメンバーで、急遽、行ってまいります。その結果についてご報告をですね、ぜひ申し上げた方がよろしいんじゃないかというお話をいただきましたので、私どもの災害対策特別委員会の委員長、今村委員長、国土強靭化との合同会議の会長も務めております。この方、からですね、皆さんに、ご説明を、させていただきたい。そして一緒に、伺いました我々が、また必要に応じて質問に答えさせていただくということで、会見をさせていただきたい、このように思います。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。党の災害対策特別委員長を務めております衆議院議員の今村の代表でございます。今、金沢大臣からお話がありましたように、昨日朝早くから大阪の方行ってまいりました。お手元に、簡単な資料を切っているかと思いますが、この6人のメンバーで、そして、最初に、高槻の市役所に行きまして、浜田市長をはじめ関係者の方々もいろいろ状況を伺い、そして、意見交換をしながら、その後現地に行きまして、最初に、公邸の都合上火事の現場、そこ行きまして、その次が、市立寿栄小学校のブロック塀、崩壊現場視察、そしてその後に、水道管の破裂現場を視察してまいったわけであります。駆け足ではありましたが、大変な地震だったなということを改めて感じるところで、ございます。そして、改めてですね、犠牲になられた三宅さん、含め、心から哀悼の誠を申し、ご冥福を祈る次第で、また被災された方々に心からお願いを申し上げる次第で、あります。まず、どうしますか。少し一回今日話しますか。まず火災現場でありますが、大変狭い道に面したところでありました。写真がいってるかと思いますが、原因はまだ調査中ではあります。しかしながら、地元のですね、消防団をはじめ、迅速な対応をしていただいて、延焼を食い止めることができたということでありました。そして、この自衛小学校のブロック崩壊現場でありますが、もうテレビ等でもですね、報道されております通り、大変なですね、この現場の次第であります。この原因等については、これから解明されることになっております。しかしながら、改めて感じたのは、こういう箇所がですね、恐らく全国にかなりあるんだろうということで、改めてその対策の必要性を感じたところであります。それから、この水道管の排出のところでありますが、ここも大変交通量の多い道路の下に埋設されている、かなり古いですね、もう50年以上経っている水道管ということでありましたが、それが破裂ですか、幅1メートルぐらい、そして、50センチ幅ぐらい、30センチ幅ぐらいですね、穴が開いて、そこから出したということで、あります。これもですね、一晩かかって、お給油していただいて、ようでありまして、関係者の皆様方に、ご努力にですね、経営をするとともに、こういった全国にですね、かなり老朽化した、
上下水道管があるんじゃないかということで、その対策の必要性を痛感したところで、ございます。あと前後しますが、市長さんからもですね、いろんなお話を伺って、ここにはちょっと説明書をさせていただきましたが、やはり我が国は災害対策であるということを改めて感じ、その対策の必要性というものを深く感じたところでございます。簡単でございますが、約以上です。それでは写真がお手元にあると思うんですが、いろいろとご質問があれば、ぜひ、ここで、お尋ねください。電池通信の点ですが、今の先生、視察結果はですね、今後なんか取りまとめて官邸の要望など、今後どのように活かしてくるのかですね。今のところですね、あさってぐらいにですね、また合同の対策委員会ですか、そういったものをいわばつもりでおりまして、そこで報告をし、そしてまた、前回やったいろんな宿題がありますので、そういったものを伝えながら、さらなる対策をしっかり立てていくということになると思います。もう一点、現場、そういう被害箇所の視察をされたと思うんですが、それ以外に現場、避難されている方とか、市長から一番求められていることっていうのは、現場で求められていること、被災地から求められていることっていうのは、どのような話がありますでしょうか。はい、何箇所かにですね、この避難しておられる方がありますので、そういったところへのですね、迅速な対応ということで、いろいろないようにぜひお願いしたいということがありました。それから、ちょっと細かい話になりますが、やっぱり予算措置等々についてもですね、今まで手がつかなかったところについても配慮していただきたいという話もありました。例えばお話、分かりやすいお話としてですね、三宅里奈さんが残念ながらお亡くなりになったそのブロック塀の部分についてもですね、やはり庁舎を中心に手当てをしていくという、従来からの看護師、校舎ですね、校舎を中心に対応していくという、そういう対応の仕方が、やはり教育施設においてもそういうことは中心だったんだけど、やはり外壁とかですね、そういう点についてはその、順番が遅れてしまうような傾向があるのではないかというような議論もございました。したがってそういうことも丁寧に、そしてこういうことが起こらないようにしていくという議論があったので、その他に今日は、地元の先生方、特に、大阪北部に、その地元を持つ先生方がご同行していただきましたので、皆さんからちょっとお話があったら不足ですけど、水道管の亀裂が5箇所ありまして、我々が行った時に2箇所、復旧をしておりました。まだ3つはまだだ、給水をする車27台出て支援をしておりますが、それ以外にやはりまだガスが残っているところ、そういうインフラの復旧というのは一番大事なので、これは国、国交省も県議、整備局の人たちを含めてみんな行っておりますので、その対策をしなきゃならない。ただ、今お話しあったように、今村先生がお話しあったように、水道管を含めて、耐久年数を超えている古い設備もございますので、これの対策をこれからどうやっていくかというのが一つの大きな課題でありますし、学校等の今お話がありましたが、それ以外に避難場所である体育館に、こういう暑い時期になるとどうしても空調機がないものですから、
の対応、またトイレの対応をなんとかしていただいて、今熊本地震で、ありましたから総務省の方で一部で今予算をつけてやっておりますけれども、これは原田先生副大臣の時にいろいろやっていただきました、今もやっていただいてますが、まあ、それこれもこれしっかり予算を措置をしながら、そういう避難場所の対応、これをやっていく、まあこういう要望も含めて、ございました。まあ、そういうことでございます。私の方もですね、高槻市のお隣茨城市で、大きな被害が出ております。お寺の倒壊が2件、それから亡くなられた方もおいでになりますし、今ですね、まあ、地元へお聞きをしますと小康状態であるということでありますけれども、朝から大雨警報も出ておりまして、土砂災害、まあ、二次災害というんでしょうか、震災でその緩んだ地盤が崩れる恐れがあるんでということで、避難勧告を出した自治体もございますし、おかげさまでですね、水の方は、まあ、安全宣言を出したということで給水車を出したんだけれども引き上げたというところもありました。ただガスがですねやっぱり、十分行き渡ってないということで、大阪ガスさんからですね携帯のコンロとボンベを配っていただいたりという対応をしていただいております。それから、まあ、今お話がありましたように各支援のための、まあ、近畿地方整備局へ関東地方整備局からデックホースを送っていただいたり、あるいは自衛隊、警察、各消防団というものがですね、災害の対応を今も続けていただいておるということでございます。以上であります。地元高槻市の大隈和秀でございます。まず最初に、全国から震災におきまして寄せられました温かいお見舞い、そして迅速なるご支援に関しまして心より厚く御礼申し上げます。またこの度は自民党のこの調査団を迅速に派遣していただきまして、地元の要望をですね事細かく要請を聞いていただきましたことにも重ねて御礼申し上げます。さてその中で私ども今避難所、今原田健先生からもお話ありましたが大雨ということで徐々に避難者増えてきております。一つの問題としましてはやっぱり中山間地ございまして、そこのところの土砂災害、まあ、のり面が崩壊してきているということもございまして避難勧告が出ているということ、そしてもう一つは、まあ、昭和30年から40年にかけてですね非常にまあ人口が急増してきたベッドタウンでございまして、まあ、その中でその当時を支えておられた方々が今70代80代非常に独居のご高齢の方が増えてきておりまして、今回犠牲になられた方の中にも独居の中で、まあ、家具の下敷きになったということがございます。まあ、その安全という点でも、避難をしておられる方々もおられます。まあ、そういう点ではいずこも同じですが、災害弱者という点において、まあ、高齢者、そして今回の痛ましい学童、あるいは障害を持たれた方々を含めですね、万全なる体制を官邸の方もですね今動いていただいておりまして、その面を地元自治体と連携をしっかりとパイプを政権与党としてですね太く保ちながら、これからのいかなる余震や二次災害に含めても対応していこうという所存でございます。改めて皆様からのご支援に心より感謝申し上げまして、私からの一言を終わらせていただきます。続いて佐藤信明、参議院議員、災害対策の特別副委員長をしております。どうぞ。まあ、現地の視察が、まあ、現場からいろいろ発送するというのが、まあ、自民党の、まあ、伝統でありますから、まずは現地に行って、で、海外はないか、こういうことであります。
国土強靭化を作り、計画を作ってきた。これは震災対策であり、あるいはまた今問題になってきました、まあ、水道管や水道管の老朽化対策、これ土の中に入ってますから、なかなか点検等がですね十分に、できているとは言えない。こうしたことを強靭化という、基本的な考え方の中にですね、住民の暮らしの安全、一層その必要性を痛感してまいったと、こういう次第であります。これからまた強靭化委員会とですね、災害対策特別委員会の事前の予防と事後の迅速な処理、これに向けてですね、課題の解決をですね、みんなでやっていきます。あさって、大きな行われる2回目の合同委員会ではですね、そうした点も、解決の方法をですね、できるだけ方法も、出しながらやっていきたい。こんなふうに考えております。他にありませんか。いや、まだ油断はできません。雨も降りそうでいるようでありますし、また余震といいますか、まだまだ収まっていないような感じもありますので、引き続き我々も十分、留意しながら取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。